エムエです。サブちゃんです。ビオリエようこそおいでくださいまし。あー先に言われたまあいいやじゃないよはい、今日のねサブちゃんなんですけれども、今日はですね私が最近購入したフィギュアがございます。そちらをね皆さんにねちょっとね共有したいなと思って動画を回してます。なのでまだ手元にはないんです。予約をしたっていう状態ですね。今はねネットでね結構簡単にフィギュアを予約できる時代なので、こうポチ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 やってしまって危ないですね、うん、危ないですねそうなのよ。結構やっぱりさ、いいフィギュアとかさ、かっこいいフィギュアって結構ゾク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 出てくるのよ、うん、だからさやっぱりねお財布とも相談しながらさ、どうしようかなみたいな感じでよ悩むわけですよ。これはまあフィギュア好きの方はね結構、うん、そうだねって今思いながら聞いてると思うんですけれども、スケール系のフィギュアはね安くはないからね。そうそうそう、だからあれですよ、今ゲームセンターとかで取るようなフィギュアではなくって、ちょっとこうなんだろうかな、まあ1万円以上するぐらいの感じかな。一応高級の部類に入るのかもしれないね。そうだね、そうそうだと思いますよ。うん、まあベラボーに高すぎるやつはまあ置いといたとしても、まあまあまあっていう感じですよ。で私結構今回購入したフィギュア、うわめっちゃいいなって思ったの。っていうのもね、実はね私秋葉でねワンホビーっていうのがやってて、そこでねこのねフィギュアは展示されてたんです。で実際に直接見てて、あすごいいいなと思ったのもあって、今回ねうんポチッとしちゃいましたので、はい。なのでね、ちょっと今からね、何をね、ポチッとしたのかね、見ていきましょう。いきましょう。はい。じゃあちょっと切り替えますね。はい、皆さんこちらをご覧ください。ブラックロックシューターです。はい。今回私はね、このフィギュアをね、注文しました。はい。かっこいいね、このフィギュアね。かっこいいでしょ？私この色彩がすごく好みで、まず一つのポイントとしては黒と青っていうところがさ大きな構成じゃない。それがねもうすごくね好きな色なの。青好きだもんね。そう、心地がよくって、心地がいい、すごく心地がいいんだよ。でねお値段がね 27,500円税込み。これ結構一瞬高いかなって思う人いると思うんだけど、まあまあ確かにそこそこするかもしれないんだけど、これ大きさはね見て 30cm×36cm なのね。だからそこそこでかくて、躍動感もあるポーズだから結構ねボリュームあったの実際見たんだけど。っていう意味で言うとまあそうだね、うん、実際さこれあれだよね、ワンホビー34だっけかな、なんか秋葉原でさそのフィギュアのさ、うん、展示イベントみたいにやっててさ、そこで実際飾られてたフィギュアだもんね。うん、そうそうそう、さっきお話ししたと思うんだけど、実際に本当に見に行ったのね私は。で正直言ってもうなんならかなり上位の気に入り度だったのね私の中で。気に入り度上位だった、うん、かなり上位の気に入り度で、あほらほらほら横向きに見るとこんな感じになってるでしょ。だから結構ね迫力あんの。なんか今回さこのフィギュアでさ気に入ったポイントとかはどっかあったの？だから色だよね、まずさっき言ったと思うけど、うん、あとはこれほらイラストレーターさんの何その絵が元になってるやつでしょこれ。まあそうらしいんだけど、イラスト自体すごくかっこよかったなと思って、でその再現性もすごくだから高いなと思ったよ私は、うん、だからこのポーズもすごくいいよね。なんかもっと細かいこと言うと、このほらあの体のさラインっていうのかな、がすごくなんて言うんだろう、華奢ってちょっとあれだけど、なんか割とこう筋肉質な感じなんだけど女の子的なしなやかさがあって、しかも色白じゃん。だすごいさ私的には好みだねそういうところでも、うん、独特のなんか造形、なんかちょっとアーティスト寄りというか、あ分かる、言いたいこと分かる、なんか芸術寄りの感じがするなっていう、そういうの私結構好きなんだよね、うん、もちろんなんかザ・美少女フィギュアみたいな感じのなんかあるじゃん、そういうしなやかな体のね、うんうん、そういうのも私すごく好きなんだけど、やっぱりこうフィギュアってなるとさそういうのも欲しいじゃない、うん、こういうタイプもなんかちょっと人間味を感じるなんか肉体をしておられるような気がする。 だから人間味を感じるのだが、その実際にいたら超絶いい体じゃねっていう、そのやっぱりこうこういう世界だからできるみたいなさ、うん、造形じゃない、だからすごくロマンがあるよね、うん、
ていう感じでさ、まあ、単純にかっこいいよね。これどうなんだろう、私すごくかっこいいなと思ってるんだけど。これの画像とかすごい分かりやすいかもね。これアップだから分かりやすいかも、うん、透明感ある、あるよね、うんうん、だから分かんない。これはさ、これがそのまま届くわけじゃないから、実際のものがどういう感じになってるかはまあちょっと分かんないところはあるけどさ、うん、多分デコマスだもんね。まあデコマスだからね、まあデコマスはそれはね、まあ綺麗だけどさ、うん、ほらめちゃくちゃ赤みが入ってないじゃん、うん、だから私それはそれですごくこのブラックロックシューターの世界観にはめっちゃ合ってるなと思って、うん、ほら、あ、この画像とかすごいなんかこう腹筋のあたりとか、そうそうそう、鎖骨ら辺とか、ね、いいよね、うん、なんか他にはなかなかないような、ないよ、ほら見て、うん、こんな感じよ。なんかちょっとさ浮いてるやん、しかも、うんうん、それもいいよね。ほらほらほら、このさキューブがさ、なんかこうやってグググググってなってる感じ、うん、そういうのも含めてポーズだけじゃないよね、その躍動感の要素がさ、はいはい、うん、あ、すごくさいいなと思うよ。かっこいい。こっちほら大きいから見やすいんじゃないの。特設ページかな、これは特設ページだね、うん、予約期間の結構まだまだあるね、予約期間。そうだね皆さんまだ予約できますなんかすごい宣伝みたいになってるけどこれあの勝手にやってるだけなんで、完全に個人的に勝手個人的にやってるだけなんでこれグスマで買えるんだね、うん、3月9日までやってデミオロメンだね。あれ知らない、全然知らない3月9日って言ったらあるやん。あーでもあったかも。あーかっこいいわ、やっぱりほらかっこいいね。これ これはさ光かな、それとも塗装かな、これこれわかる、このこのなんかちょっと紫青みたいな光、光っていう感じ。そうなんだろうね、塗装なんじゃないのかな。でもイラストがさそういう光の感じ出してたから、もしかしたら塗装でも再現してるのかもしれない。うん、ここで見れるね。あ、こっちで見てみようか。ここにさ、なんか宣伝みたいなこと書いてるよ。あ、でもやっぱり青い炎が今あなたの元へって書いてるから、やっぱり青がめっちゃテーマなんやな多分。うん、だって左目、うん、がさちょっとライスちゃんみたいな感じで燃えとるもんね。あ、燃えてたね燃えてた燃えてたあ、ライスちゃんね。あ、そうそう、私さライスちゃん好きじゃん、ウマ娘の中で好きなんだけれども、うん、それも黒と青やろ。確かに、ね、私ね黒と青のキャラはねすごくいいと思う、うん、あと白と青とか、うん、だからメンバーとか、ね、青が好きだね。そう、青好きだね、うん、あ、見て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 、光を演出するハイライト彩色って書いてるわ。ツインテール、ヒルガエル、上着の裾など。私がさっき言ってたさ青いさ、うん、その光の感じじゃないって言ってたから、やっぱ彩色でもやってんだ、だからこうやって書いてるから。あ、てかブラックロックシューターってさ B 星 R S っていうなんか略し、え、ちょっとかっこいいねねえ、それちょっと私知らんかったな、そんな感じだったっけ。書いてあるよ、ね、書いてるね。ブラックロックシューターの印象を大切にしながらも施した大胆かつ繊細なハイライトは。ブラックロックシューターか、え、じゃあのブラックロックシューターの歌をさが、わーで、わーかっこいいなってなったのも、あれも一番最初って15年前ってこと、さっき15周年とか言ってたけど、そういうことだよね。あの曲いまだにかっこいいよね。なんかなんかさ15年も経ったらさ、なんか流行りしたりとかでちょっとあれかなとかなんかなるかもしれんと思うやん、うん、今聴いてもめっちゃかっこいいもんね。なんか最近出された曲だって言われてもさ、まあまあ遜色ない、遜色ないよ本当に、違和感ない。やっぱすごいね、しなやかな身体表現。あ、確かに、見てここのさ骨の感じもすごくよく出てるね。ああ、なるほどね、結構ね痩せ方だね。そうだねでもすごくいい、あ、ほら、ここに書いてあるもん、あれ、ここにほらほら、ただ華奢なだけじゃなくって激しさを秘めたその体を表現するためにって、筋肉とか骨格もってほら書いてる書いてる、筋肉や骨格も人体構造ベースにやったって、うん、だから造形すごくやっぱいいよね。いいね、うん、ビビッときたんですかこれが。これは来ちゃったね正直、うん、正直もうあんま値段のこと考えずにポチったこれに関してはあ、これだみたいな。そう、これだ。あ、これが元イラスト、これこれが元イラスト。これちょっと私すいません、これ読み方がわからないんだけど、これなんて読むんだろうね。なんて読むんだろう、このでもイラストレーターさんで、うん、このイラストレーターさんが書いた、うん、ほらだから、あ、あー、なるほどね、はいはいはい、なるほどね。やっぱりあれだね、ちゃんとこのイラストの良さも出てるしさ、うん、でもやっぱりフィギュアになったらさ
フィギュアの特徴もあるね。なんていうか分かるかな、うん、なんかやっぱり多少変わってるよねって思う、うん、うん、なるほどなるほど、めっちゃええやんとか言ってあ、やっぱいいねこのフィギュア、めちゃくちゃ届くの楽しみ。いい、ね、うん、楽しみだね、うん、確かにね。後日スペシャル動画をアップデートです。だってまだ動画見れない。スペシャル動画は出される前にもう予約しちゃったよって。予約しちゃったね別にもう実物見てるからね、別にスペシャル動画見なくたってもう別にね、うん、欲しいと思ったから素直に、うん、7分の1なんだよ、うん、だからそこも含めて楽しみやわ、うん、30cm 30cm 楽しみだね、うん、躍動感も合わせてね、届いたらまたじゃあみんなにレビューしてあげたらいいんじゃないですか。そこなんだけどさ、その届いたらさみんなにレビューするじゃない、うん、この前も私やったじゃんハーレークイーン、 あれもさ結構先だからね、もどかしいよね。そうだね、発売日だって来年の8月だもんね。そう、1年半後でしょ。そうだからみんな1年後も動画見てねだいぶ先や、だいぶ先やからさ、もうみんな忘れちゃうと思うけどさ、あの見続けてたら思い出すからそういうこと、そういうこと。はい、ということでした。私はブラックロックシューターを買いました。皆さんも買った人いるかな、もしかしたらこの動画見てる人で ね、いたらね、いたらおそろだね私ね、こうちょこちょこって実はねフィギュアねポチってるんですよ。まあ、全部をこう見せてるわけじゃないんだけど、今後さ、あの物によってはみんなにね買ったよみたいな感じで見せようかなって思うのでね、そこら辺も含めて楽しみにしてくれたら、みんなで情報共有しましょう楽しみに待ちましょう。その期間も含めてやっぱりねフィギュアは楽しみなので。そうだね、実物がどんなもんかっていうところも含めて楽しみじゃない、やっぱりフィギュアはさ、うん、って感じですね、うん、皆さんよかったらね、はい、また遊びに来てください。ビオリにぜひぜひチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいですよ私メインチャンネルの方ではフィギュアを塗ったりしてるから、もし知らない方いたらそちらもぜひ遊びに来てくださいね。はい、今日の動画はこんな感じでした。じゃあまた次回のビオリでお会いしましょう。皆さんまたね、バイバーイ、さよなら。